3年前に俺がデビューした3年前に俺はこう言ったんだよ。お母さんを超えていけるようなレスラーになるってな。今の俺じゃまだまだ全然お母さんには届かない。そして今日戦ったグレートオーカン、お前が今までどう過ごしてきたかは知らねえが、俺にとってあんたは宿命の相手だ。今日は俺が負けた。だがこの戦いはまだ終わっていない。そして必ずあんたを超えてやる。ああ、辻、なんで最後タップアウトなんかしたんだよ。ああ、甘えてんだよ。辻、上村、教えてやる。てめえら、絶対に成功しない。海外に行きたい、行きたきゃいいじゃねえか、おい。ああ、順番待ちしてんのか。ああ、行きたきゃ行きゃいいじゃねえか。勝手に行って、逆位にさせてやらせたっていいんだぞ。ああ、それと、海外に何夢見てんだ。海外は素晴らしいって、ああ考え足りねえ、ファイフェミニストか、貴様らは。ああ甘えてんだ、てめえらの根性がよ。ここは、世界一の団体で、世界一のレスラーで戦ってんだぞ。何を海外求めてんだよ。てめえらの頭の中には、試合も、移動も、給料も、全部全部用意してもらって、あ？甘えてんだよ！それがムカつくんだよ。それが、出てんだろ、試合に。この3年間いけねえのは、てめえらが甘えてっからだ。だから、改めもう一回言ってやるよ。てめえらは絶対成功なんかしねえよ！海外逃げるだけだ。今日は、今日この屈辱を少し覚えていくだけで、ちょっとだけマシになんじゃねえか。ああ、てめえらに悔しいって言うよ。本当の気持ちがあんならな。